最初だけね。皆さんおかえりなさーい。始まりましたチャンニカ TV。 イエイイエイ。新年度ということで、はい、今回からですね、なんと番組も新たにチャンニオ TV、 改めチャンニカ TV ということで、火曜日からスタートですからね。そうですね。嬉しい限りでございます。いやー、まさかこう新年度からこういう形になるとは思っていませんでしたけど、ね、よろしくお願いします。私だから、ね、はい、火曜日レギュラーのチャンミオです。はい、はい、おしまい。音楽が流れてないんですけど、 BGM 流れてます。あ、本当に、あ、びっくりした。なんか音がないか寂しかった。あの、シーンとしてる中での滑ってないかないよりも滑ってる感じがした。あ、でもですね、はい、あのエイプリルフールということで。そうですね、私たち嘘が嫌いなんですけど。そうなんですよ、エイプリルフール苦手なタイプ、苦手なんだけどどうしようって話で、まあ、チャミュー TV のね、30秒前に考えた嘘ですわ。でも現実になりかねない嘘ではないか。皆さん嘘つきましたかね。ついたんですかね。どうですか、チャンミュー TV 見てる皆さん。あれ、フェイスブックとかで皆さん、うん、友達とかのやつ見たら、うん、嘘の記事多くないですか。え、そう、私ね、今日フェイスブック全然見てない。見てない。なんか離婚しましたとか、そういうのなんか結構ビクってしちゃうんですよね。それ本当ないかもよ。なんかこう実は言えないことなんだけど言っちゃうみたいな。あとなんか芸能人と結婚しましたみたいな報告できなかったけど、そんなの。そう、結構そんなのあった。あった。結構みんな書いてる。あんまり見かけないかな。どうなんですかね。ね、あ、今日デニムでかぶっちゃった。上見たらね、本当だ、かぶっちゃった今。ごめんね。まあ、まさかまさかちょっとこんな感じでチャンミオとチャンミカで、イエイ、今日はチャンミカ TV なのかミカ TV なのかよう分かりませんけども、チャンミオ TV ですよ。頑張っていきたいと思います、はい。まあ、平日毎日1時間の生放送をお届けしているこちらのチャンミオ TV、 本日も F カーズプラザ特設スタジオから、皆様にですね、ウキウキハッピーをお届けしようと、はい、いうことでございますけど、はい、エイプリルフールでも F カードはそのまんまですね。そのまんまですね。あんまりどんぐらい皆さんこのイベントっていうか記念日じゃないですけど、こういうのって意識するんだろう。あのハロウィンはやっぱり年々こう、盛大になってる、ね、あのみんなの意識的にあれですけど、エイプリルフールってどんぐらいのことを標準なのかなって結構思うんですよね。でもそんなやる気ないよね。そっか、わかんない。今日だって初めて嘘、そうあれしたよ。どうします、めちゃくちゃこの日を楽しみにもう今年何の嘘つくのまあでもあのなんだっけ、 Google とかはそうやってますよね。やってますね。今回も何やってるのかちょっと私見てなかったですけど、なんかあのポケモンとコラボして、うん、Google マップにポケモンがこう生息してるのを捕まえようみたいな、なんか前はドラクエみたいな感じ。あ、じゃあそういう感じなんですかね、毎年そういう感じで、今年はポケモン。じゃあ来年は何だろう。何ですかね、何だろう、キャラクター、ウォーリーを探せ。あー、古い、ね、面白くないですか。結構今見かけ古いとこ来たね。古かった。まあでもね、こんな感じで、はい、コメント届いてますので、お、イエイ、コメントは何ですか。どこからだ。お、サズちゃん、あれ違う、お、こっちだ。あ、ノッチさん、おかえりなさい。おかえりなさい。待機してくれてた、チャミカ TV、笑ってきてる。チャミカ TV、カズちゃん、カズちゃん、木曜日は、木曜日じゃないか、木曜日だね、カズちゃん、カズ、あ、ちゃんカズ TV ですね、カズ TV になるね。他にもコメント来てますか。タカちゃん、おかえりなさい。おかえりなさい。チャミオミカチュウ、ただいま、今日はうちで見てるよ、チャミカ TV、ハテナ。みんな反応してますね。反応してくれて嬉しい。続々と騙されてますね。カズちゃん、エイプリルフールは、あ、午前中に嘘ついて、うんうん、午後には嘘だったよってするのが正しかったような点々で、あ、でもそれなんか午前中までに嘘をつくみたいなことはなんか聞いたことあるか。じゃあ午後に嘘ついてはいけないんだ。ごめんなさい、嘘でした、失礼しました。正直に謝っていきましょう。どうかどうか。トーキンドーさん、おかえりなさーい。おかえりなさーい。こんばんは。クネをやめました。お、明日からひょうたんランプ他の雑貨屋をエスカード1階で開店します。おめでとうございます。すごい、え、あ、え、やつ、あ、あ、そういうことか。普通に、あ、ダメなんですよ、私本当に信じやすいの。そうだね、そもそも私人を信じてしまうんだね。信じやすいで騙されやすいから、
だから嫌いなんだと思う。で本気にしちゃうから、絶対嘘だって分かるようなことも信じちゃうから、なんか疲れちゃう自分で。そうだね。エイプリルフールは特にあれだね。そう。うん、うん。ロッチさん、ちゃんみまる TV にしておけば OK。 あ、誰でもいけると。ミオでもミカでもいけると。そういう風にしてくれという要望でございますか、ロッチさん。じゃあ、なんだろう。それはじゃあ、あのミサちゃんとかついてこないと。そうですね、ミサちゃんとか俺もいいし、うん、ミロちゃんとかね、ミラちゃんとかいろいろいるんじゃないですかね。まあでも、そんな形でね、はい、皆様とコメントね、こういただきながら、双方向で楽しみながら、はい、やっていく、そんなちゃんみよ TV でございますので、うん、皆さんですね、はい、ぜひ最後まで1時間楽しんでいただきたいと思います、はい、まずはね、この後いつものコーナー牛乳があって、はい、その後は今日エイプリルフールだからね、なんかちょっとウキウキハッピーになんかしましょう、なんかしていきたいなと思っております、はい、今ね編成期間なのでちゃんみよ TV の番組も、うん、そうですね、いろいろとチャンミュー TV 今ね1年11ヶ月目突入してますから、突入して12ヶ月目、1年11ヶ月目突入してるので、そっか、もうあともう1ヶ月、うん、おかえりなさい、そう、もう1ヶ月で2年になるので、はい、やっぱ2年迎える時にはこうね、あなたにやっぱり違った形のそうやっていきたいじゃない、なのでそのための今編成期間ということで、うん、どんなね番組をしていこうかとか、うん、そういったことも、うん、この曜日は特にね、うん、皆さん、ね、ミカチュウのね、ことを見に来てくれる方が多いので、なんかこうそのご要望にお答えしてもいいですよ、なんかこういうコーナーやってとかもちょっと聞きたいですね、うん、ちょっとそういうのがあると嬉しいので、あ、でもなんかそういうこと言ってると結構ひどいというか、なんかいやでも聞くだけ無茶ぶりが多そうで、でもミカちゃんは無茶ぶり専門なので大丈夫だと思います、なのでなんかそういった、企画会議を、そう、ね、今日はちょっとしていくような、そんなね特別編成のチャンミカ TV でいきましょう、行きたいと思います。カブキンゾウさん、まだまだ笑ってきてます、嘘だったよっていうことですね、もう、ね、本当にで、たーかちゃん、曜日ごとに、うん、ちゃんひで TV、ちゃんみか TV、ちゃんとみ TV、ちゃんかず TV、ちゃんのじ TV って書いてある、ちゃんみよ TV なくなりましたね日曜日ちゃんみ TV ありませんで、かずちゃん、うわ、歌舞伎堂さん信じちゃった、信じちゃった、ね、ね、信じた、私も信じた、でも、残念ながらエスカードの1階に、うん、あ、でも入れるスペースは今のところなさそうな、歌舞伎堂さんね、うんうん、強い要望ですって、強い強い要望です、そのこうなるのがね、うん、で、ロッチさん、来年、来月、さーい、さーい、来月で2年ですよねって、そうなんです、そうなんです、なので、うん、ガラリとは変わらないんですが、ちょろりとちょろりと変えていきたいと思ってことは、私も1年経つことですね、そうでございます、2年目突入の日からのレギュラーですので、そうですよ、わお、え、5月の7日って何曜日だっけ、去年が火曜日で今年何曜日の水曜日だったかな、トミー確かね、だってミカチュウはねゴールデンウィークで確か火曜日休みだった気がする、いやそうだからね、乗っとる2週乗っとる言われております、乗っとる、でもまあ2周年記念はやっぱ1年に1回しかないからね、うん、ちょっとそれも ね盛大にはわかんないけど、でもまあ24時間テレビもありますしね、そうだね、まだ決まってないけど、うん、全然ね決めてかないと、決めていきたいと思います、じゃあ早速牛乳から参りましょうかね、はい、では牛久のニュースをお届けしたいと思います、はい、牛乳です、本日のニュースはこのようなラインナップ、じゃじゃん、その間にメガネをかけましょう、ノリノリでね、よしよし、行くかな、チャミオさん見えてますよ、あれ私が見えてる、見えてるよ、ちょっと待って、ちょっと待って、ひら見えしてるよ、いかんかん、あかんかん、ちょっと待ってね、これもね、ちょっと小さめにして横に出した、あ、なるほどね、音声かぶってか、お、お、大変大変、こっちの音声をピヨッとね、ほい、これでどうですか、イエイ、はい、本日のラインナップはこちらの4点でございます、はい、こちらですね、4月の1日火曜日、あ、はい、今日はね、400何回目のチャンミオ TV だったかな、442だ、そう、ミカチュアのチャンミオでおかえりなさい、今日はチャンミカ TV です、イエイ、今日からちょっと見てました、あ、嬉しいではでは行ってらっしゃいませ、いらっしゃいませ、はい、お、5月7日水曜日ですって教えてくれました、ロッチさん、ありがとうございます、ありがとうございます、水曜日かトミーか、でもまあ
攻めていきました攻めていきましょう。はい、ではですね、早速一つ目の推し入から参りましょう。一、はい、つ目の推し入はですね、4月の1日茨城新聞さんからの記事のご紹介でございます。はい、不法投棄監視で連携という、そんな記事なんですけども、早速内容を見ていきましょう。はい、こちらですね、オリンピックの建設ラッシュに危機感を抱いていると。県南県西12市町村不法投棄監視で連携ということなんですが、ちょっとね、詳しい内容を見ていきましょうね。廃棄物や土砂などの不法投棄を未然に防ごうと、県南県西地域の12の自治体がタッグを組んで、対策強化に乗り出したということです。背景にあるのが2020年東京オリンピックに向けた建設ラッシュ。都心からのアクセスがいいこの茨城県内に、建設工事で出た廃棄物だったりとか、あと残土が持ち込まれることに危機感を強めていて、はい、自治体の枠を超えた監視体制の構築を目指しているってことなんですけれども、はい、これオリンピックをさ、やるためにいろいろなもの作ってたりとかするじゃない、はい、でその作るために、必要な、なんていうの、いろんなの作ると砂とかさ、邪魔なゴミがいっぱい増えてきて、それ捨てる場所がないから、その東京から近いこの茨城県の広い土地がいっぱいあるからと、そう、捨てちゃえ、こんなバレないでしょっていう風に捨てる人たちが来るのではないかという危機感を、この危機感なんですね。そう、で、まあ、この不法投棄滞在の担当者が集まる情報交換会っていうのが今回、今年の2月に発足して、12市町村もね、いくよ、つくば、霞ヶ浦、土浦、阿見、牛久、つくばみらい、坂東、上層、下妻、筑西、石岡、そして桜川とタッグ組んでますよ。いいですね。そう、の12市町村の、市長の、職員が参加したということで、はい、これね、なんとね、こうやっぱ悪いこと考える人がいるわけですよ。これでもこういうのって、あの業者さんでこの、不法な何、ゴミゴミというか、そういうのそういうっていうのは、どこに持ってくっていうのは、なんていうんですかね、正式なそういうのはないんですかね。本当だったらそういう処分の仕方とかお金払ってやらなきゃいけないんだけど、でもそれは会社ぐるみで捨てちゃえってなっちゃうんですか。そういうことですね。やっぱりだってどこで誰がどういうふうに捨てたなんて管理できないかったりするから、やっぱりね、会社も経営がいろいろ厳しかったりとかすると、そこにかける捨てるためのお金をもう自分たちの取り組みとか。でもそういうことをするような会社には、なんかオリンピックのこういうのに関わってほしくないですよね。本当ですよね、本当です。だからそういうのをちゃんと審査した上で、このどういう風にね、あの建設だったりとか依頼するとかも見てほしいですけどね、そういうことをする前にみたいな。なかなか難しいんでしょうけど、でもまあそういうのがこう不法投棄する例がこれ今やっぱ多いんだって。同一の悪質業者がやっぱ分かんねえだろうと思ってやる人が多いんですけど、やっぱり茨城県だったりとか、と茨城県警も含めた具体的な事案だったり有効な対策について、まあ情報交換していって、その12市町村、12の市と町で、まあ今後どうやって監視体制を作るかっていうのが狙いとなっているってことで、この間私ね、お隣のつくばの方でちょっと聞いた話がちょうど書いてたので、つくばでは猫の目プロジェクトっていうのをやっていて、このちゃんと監視するっていう、監視するっていう意味で猫の目、これね、確かね、猫はね、なんかこう頭文字でね、 N がなんとか E がなんとか K がなんとか O がなんとかって、そういうのも絡めて、そうで猫の目プロジェクトって書いてあったんだけど、忘れた、それすいません忘れました、だけどね、そこで、まあ、猫の目プロジェクトと称した対策出して、不法投棄巡回監視員を従来の3人から18人に今日15人も増やして、この業者大丈夫かみたいな、これ捨ててるけどちゃんと許可取ってんのじゃないけど、なんかそういう監視をするんじゃないかなっていうね、まあ、この監視の目を増やすことで早期発見、早期対処につなげたいというね、そんな取り組みがあるみたいですけども、これは牛久市ではどこの部署になるんですかね、こういうのやるのは。建設どこになるんですか。それをちょっとこれね、牛久市では具体的にどういう取り組みをしているのかっていうのがちょっと気になりますよね。そもそもそういう建設に関わる、その出た砂だったりとかっていうのは普通はどうしてくるんですかね。再利用したりとかしてるの。このゴミゴミはお金を払って処理するんだけど、
だからどう埋め立て地に置くとか使えるものもあるし、うん、どうにもなんない土とかどうしようもないのが、うん、それはもうどっかに置いとくしかなくて、うん、で置いとくのももう置いてくる場所がなくなっちゃってるから、うん、もうどうしようもないないだからもう茨城県やっちゃえみたいな土地いっぱいあるわってそういうマイク落ちてきてるよ上がってくる重みで、うん、あらっていう風に、うん、まあ言われているのでやっぱこれはねオリンピックがウキウキハッピーにできるためにはこういうことはないでほしいウキウキみんなねしてる中で陰ではね、うん、悲しんでる人がいたらねいると思いますよ、うん、あ歌舞伎堂さんどうした畜生市連携しようよってなってますけど畜生市も入ってますよバッチリ入ってますよ、うん、もう一度十二の町を市と町を繰り返しますと筑波霞ヶ浦土浦阿見牛久筑波未来坂東上層下妻筑西桜川石岡の12の、市と町がですね連携するということなので、うん、こちらですね、皆さんで一緒に共同でこうね、はい、ちゃんと対策していってね、うん本当にこれこうやんだよねやんだよねやんだよ ね, やんだよねそういうのをなくしていこうということでございます、うん、ということでですね、うん、以上一つ目の牛乳をご紹介いたしました、うん、はいじゃあ続いての牛乳は続いての牛乳はですね、はい、茨城新聞そう圏央道整備に296億円そう結構膨大すぎてちょっとねえこんな私は一生のうちには見ることのないお金でございますけれども積んでいただきたいですね目の前ではいじゃあ早速見てみましょうこれ国交省の予算なんですけれども牛久土浦バイパスの2つの区間の新規着工へということで、うん、国土交通省の関東地方整備局は、3月の31日までに2014年度の予算の茨城県の分の概要をまとめたということなんですね、うん、で首都圏中央連絡自動車道、まあ、圏央道の、ね、正式名称ね、首都圏中央連絡自動車道の整備費は296億円で、2014年中に、埼玉県そして千葉県とつながる見通しなのお2014年にもう埼玉と千葉とつながっちゃうんですよ早いですね国道6号の牛久土浦バイパスは、2区間の新規着工になんと5000万円を計上しているということです5000万円でできるんだねもう高いのか安いのか分かんないんですよ全然分かんない、うん、全然もう平均が分かんない、うん、でもなんか296億って聞いたところの5000万円だからなんか、まあそうですね、安上がりな感じがしちゃうけどとんでもないのかね、うん、そうなのかなどうなんでしょうねそうなんですよまあでもねこのね圏央道2014年中に今、うん、東北自動車道のクッキー白岡ジャンクション、うん、堺古賀インターチェンジ間と、うん、東関東自動車道のなんだろう大英ジャンクションかな大きな栄大英かな、うん、で稲敷インターチェンジ間の併用開始を目指すと、うん、でこの整備費栄古賀、インターチェンジ筑波中央インターチェンジも含め296億円だというねそんな予算になっているってことなんだけど、うんはい、でもさ圏央道つながったらさ、うん、めっちゃ移動楽だよねきっとね、うん、わかんないけどそこまで移動する自分には体力がないかもしれないけど便利ですよ、うん、だってこれだと鴨市とか行くのも行けちゃうなんか地図でこのお話聞いて私はあんまりこの、うん、国道の名前南房線とか数字でね、うんうんうん、想像つかないんですよ、うん、いつも通ってても、うん、あそこ通ってるのは何南房線だみたいなそうそう道の名前言われてもピンとこなくて、うん、なんか地図でこことここつながるよって言われたら分かりやすい、うん地図がね、うん、きっとねあのチャンメティビ見てる皆様から援護射撃援護射撃出てくると思いますけどコメント来ておりまして、うんうん、斉藤さん、うん、おかえりなさーいこんばんは Google の日本語入力マジックハンドの購入申し込みはしましたかって何ですかそれさっきあったよねこの日本語入力マジックなんとかって何ですか、ね、なんかその嘘のエイプリルフールのやつでありました、うん、あ、なくなっちゃったからいいやそうなんかこうなんかスマホにこうあさっき猫の手とかあったじゃないですか、うん、あれだよね全然猫の手ってのはこ猫の目プロジェクトの話違う違うであのさっき写真見てませんでした見てなかったそうなんかそういうのはやってて、うんうん、へえそうそうそうまあでも Google さんのこれマグジックハンドへえこれ買いましたかってこれ本当に売ってるんですかそれともエイプリルフールのネタそれはもう私たち嘘が嘘だと見抜けないからもう分かんないんですよだからでどっちさん基本的には各自治体の土木部、うんうん、
が担当するはずです。建設残土の場合、うん、おうおう、で、あ、大英じゃなくて大英ですよだって、のちさんありがとうございます。ありがとうございます。大英って読むんだ。大英どこら辺のこと言うのか全く分かりませんがね、ピンとこない、はい、千葉県の結局言うだけ言ってピンとこない。はい、まあでもね296億円、はい、国の国交省の予算で出てるそうなので、はい、ありがたいお話ですね。です早くできるのを楽しみにしております。走りたいですな、ね、新しくできたらそれも走りましょう、うんうん、というね、以上2つ目の牛乳をご紹介いたしました。はい、コメント来てますか。たかちゃん、つながると遠くへ行くのも早くなるよね、うん、そうですよね。道路はねやっぱり高速にしても便利になったなってなりますよね。高速が好きなの私なんかそういうイメージあります。普通の道よりも高速が好きで、ちょっとした時でも使っちゃうみたいな。うん、絶対使う絶対使う。高速の入り口見たら入っちゃう吸い込まれるように。あ、それちゃんと目的地が分かってる時だけど、ね、ただただ入っちゃうわけじゃないです。でももうアウトレット行くのは行かないか、でもつくばに行くのも、使ってたら、え、そう、つくばに行くのは高速使う。え、何分で着くんですか。でも20分とかだろうけど、うん、そんな変わんないと思うんだけど、30分、うん、全然変わんないと思う。25分と30分ぐらいの違いなんだろうけど、うん、でも高速使った方が良くない。なんで？わかんない。楽しい。お金かかるじゃないですか。楽しいですよ。それ楽しいですよ。でも100円とか200円だからさ。まあそうですけど。そんな600円だっていかないけど、100円とか200円だったら。私大洗はすぐ行っちゃいますね、高速乗って、うん。うん。高速使わないといけないでしょ、あれは。いけないけど、なんか、なんだろう、高速乗りたいと思ったら大洗行きますね。おぉ、うん、いや、水戸とかだったら使わない。嘘、水戸は使うよ使わない使わないよ。下道で私あれですもん、桜川だと家からだと50号1本まっすぐで水戸なので、うん、まあ混んでても一本道だからそんなに遠く感じない。あれでしょ、高速の入り口がないんですよ。ありますって。だって大洗行く時は桜川筑西インターから乗るんですもん、新しくできたから。じゃあそこから行った方が早いよ。早いですよ、分かってますよ分かってるけど、そんなに無駄に、うん、チャミオさんみたいにスーッてもう引き込まれない。なんで？だってそっちの方が早いの。早いのは分かりますよ、うん、でも、あ、今日は時間かけるよりも、うん、早く行きたいって思った時はお金かけてでも早く行こうとは思うけど、うん、まあ今日時間そんな急ぎじゃないしっていう時は全然下道で行く。下道で行く。下道で帰ったりします。え、六国で？六国で？え、六国じゃないか。千葉抜けてのやつ。六国じゃん。あ、六国か。分かんないけど。そう、全然帰る。マジで、うん、全然東京にも車下道、絶対高速だよ。わっ、ロッチさん、ありがとうございます。やっぱロッチさんですね、うん、ありがとうございます。じゃあ私もそれを見て、あ、でも私がね、うん、コメントのねモニタリングがねできない環境にございまして。今ございましたか。これはなんだ、これ地図が載ってるサイトを貼ってくれたのかな。多分出てくるんだろうけど、今ネットの回線がちょっとね、おお、ほらね、すごくない。え、これどこが新しくなるの。ここじゃないの。ここに繋がるんですね。点点点のところがまだできてなくて、でも点点がまだできてないって言っても多分見てる方々には点点点点点がわからないので、え、じゃあ、うんうん、どこに行くのが便利になるの。だからもう全部繋がる。アクアラインとかにも行けちゃうんでしょ。だから、あ、ぐるぐるってなるの。今それが早いのかどうかわかんないけどね。あそこって乗れたことあります。海ほたる、ベイブリッジ。ベイブリッジあるよ。あ、違う、あのあ、ゲートブリッジ。それは知らない。何、あの恐竜がチューしてる橋。全然わかんない。できた、知りません。東京の、東京の新しい橋で、あのゲートブリッジ。あ、みんな知らないな。恐竜と恐竜がチューしてるように見える橋なの。それひたちなか市にある、あの欲しいものところ。違う、東京全然わかりません。ゲートブリッジ。へー、わかんないですよ。そう、この橋がね、かわいいんです。ほら、どこが恐竜なの。見えるじゃないですか。ほら、恐竜同士がチューしてるように見えません。全然見えない、うん、全然わからない。そう、これをこの前走ったんですよ、車で。うん、でもただの橋でした。そんなこと言っちゃダメでしょなんかレインボーブリッジとかって走ってる時、今日なんかちょっとおーって思うじゃないですか、うん、でもこれは橋でした。やっぱ遠くから見た方がいい、うん、っていうだけ。そう、いや、いや、そう、偉大な橋だと思うんですけどみんな走って
ったことないの、うん、歌舞伎堂さん、牛久駅から帰り道でよく夜迷子になります。どういうこと？高速を乗らないから迷子になるんですよ高速であれば道はもうすぐ分かりますから。高速って折り間違っちゃったりとかしたらもう大変なことじゃないですか。わかる。そうだから1個間違ったりとか見逃したりとかしたらもうテンションだだ下がりなんですよ。まあね、それね、私ね、県庁に行くときに3回ぐらい間違えたの。でしょ？で、私、トンベのジャンクションとかで岩間方面行っちゃうから、いつも間違って。わかるわかるわかる。降りたときに知らないとこだから怖いんだもん。で、また引き返すんだよね。そう。お、歌舞伎堂さん、築成作長。あ、真面目な話、平日だと50号線でもあまり時間かかりそう。そうそうそう。本当にそこまでね、かさま抜けるのがちょっと混むぐらいで。え、築成桜川でしたっけ？桜川築成、違うな、築成桜川か。まあよくわかりませんけど、筑波牛久、うんうん、とかそういう、うん、というね、というね、まあ、圏央道できたら、うん、まあ行きましょう。じゃあその恐竜が注意してるところに行きましょう、うん、はい、というね、以上2つ目の、うん、あ、いいんだよね。そう、歌舞伎堂さん、いや、うん、斉藤さんが桜川築成でいいんですよって、うん、そうそうそう。じゃあ行きましょう、みんなで桜川築成インター、桜を見に来てください。もう咲いてる？今日行ってきました、ちょこっとフラッと。そしたら、うんうん、まあ、ソメイヨシノはもちろん咲き出してるんですけど、うんうん、山桜の方はもう今週末ぐらいから徐々にいろいろ咲き出したり、時期がね、全部なんか種類によって違うので、ほう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 。そう、葉桜もあるから、うん、うわ葉っぱじゃんって知っちゃったのかなと思ったら、結構今からな。だってもう今週ぐらいに花見しないと終わるで。終わるで。終わるで。終わるで、マジで。マジで終わるで。マジで終わるで。ちょっとそれはね、私もね、うん、注意深く。そうなんですよ。ほんと早いですからね、うん。いつの間にかっていう感じで終わっちゃうので、うん、花見しましょう。皆さん花見しましょう。それはね、うん、強く言いたい、ね。花見をしましょう。花見をしましょう。はい、じゃあ次行きましょうね。はい、続いて、牛久市の。ちょっと今日ニュース長くない？もう15分だよ。喋りすぎてますな。そうだね、茨城新聞の2つの記事でこれだけ長く話してる。いいですな。え、牛久市の、はい、次3つ、はい、ホームページです。第9回牛久健康ウォークというですね、うん、そんな記事が届いておりますので、早速ですねご紹介したいんですけども、日時が5月の17日の土曜日はい、この日は5月の17日の土曜日で言ったら、うん、何何の日か分かんないの。おお、はいはいはい、24時間テレビがある日の朝8時半から9時まで、牛久市の保健センター集合で、まあ、セレモニーが9時からありまして、うん、で9時30分から牛久大仏コースが出発、9時40分から牛久沼カッパの小道コースがスタートして、そうで16時に両コース共通で最終ゴールを迎えるという牛久健康ウォーク大会。6時間も歩くの？そう、長、いや長くないよ。だって牛久大仏22キロだもん。疲れる。いや、そんなこと言わないの。疲れる。そんなこと言わないの。正直に言っちゃダメ。まあね、22キロ、牛久大仏コースが22キロ、カッパのね、うん、小道コース11キロの2つのコースから、ダメで三勝22キロで、片方を選んでお申し込みくださいと。で、参加費は当日徴収するんですけども300円、うん、中学生以下は無料だそうです。安い。そうだから牛久大仏コースにぜひ参加して、うん、これね、まあ自由団体歩行ではなく自由歩行になるから、うん、こうなんかこう好きにいろいろ行けるわけですよ、うんうんうん、でコースの途中には麦茶とか、うん、それとか保健センターでは豚汁、うんうん、牛久産の小麦、夢香りを使ったお菓子、うん、牛久カッパ米の試食っていうのも用意しております、うん、そしてゴールの後に抽選会もありますので、皆さんぜひですね、この牛久のね、健康ウォーク2014参加していただきたいと。もう募集始まってるんですか？募集じゃないか、当日行けばいいの。当日。あ、本当？そう、当日でいいのね。なるほど、大丈夫。これは参加した後に24時間テレビスタートするんですか？それがね、キャミオさん、私はね、私はね、ちょっとね、別件があって、うん、残念ながらこのウォークには参加できないんですけど、あれあれ、ちょうどいいところはミカチュウがいるから、あれ、私もう即出ますよ当日即出ますよ。24時間テレビ、このカッパのコミいいですよ。歩く別に参加するのはいいですけど、うん、夜7時にはお休みになりますよいや、そしたらもう24時間テレビ始まってないから、ね、あ、そっか、わかる、ちょっと始まったぐらいかもう疲れたから寝ますって言って寝ますよ。ダメダメダメだ、それ認められませんけどね。
これ次の日とか、あ、次の日じゃないか、なんかね、前後だったらよかったな。うん、まあでもこれおすすめなので。途中離脱ありですか？ありじゃない？うん、大丈夫だよ。じゃあ豚汁の時だけ行きます。豚汁の時だけ行きます。部分だけ、ね、部分だけ通る。まあそれもありかもしれないね。でも300円払えばいいですから。イエス。あ、で、タカちゃん、うん、牛久の桜綺麗になってきたよねって。綺麗になってきました。歌舞伎堂さんデザインフェスタ初日って書いてあります。そう、デザフェスがね、うん、あるんですよその日は。で、歌舞伎堂さんはあのひょうたんのランプをね出展されるということなので、これね、デザインフェスタに出展されるっていうか行く皆様はぜひ、ね、チェックしていただきたいんですけども、はい、その後に始まるチャンミュー TV の24時間テレビもぜひチェックしていただきたいなということですね。はい、じゃあですね、まあ、話戻しますけども、はい、ポスターがあるのでそちらねご覧いただきたいと思います。じゃん、出てこないね。出てこないね。かな。はい、こんな感じ。牛久健康ウォーク2014と。お、足跡にね、だいぶとね、牛久沼っていう斬新なデザイン。うん、これすごい。ちょっと面白いでしょ。はい。でね、こんな感じ。まあ申し込みはこんな感じですっていう感じで、皆さんぜひお申し込みくださいということでした。いいね。歩くから走らないから隣の人と喋りながら行けるし、うん、ちょっと交流ができて面白そうですね。面白そうでしょ。走ってるともうなんか、うん、こんにちはみたいな、うん、いけるといい ね、うん、ね、ということでぜひ皆さんご参加ください。はい、よろしくお願いします。続いてね、小中学校からのお便りがちょっとね、うん、ない、入れはぐったな。はぐった。これちょっと本日小中学校からのお便り、皆さんすごい楽しみにしてる方いっぱいいらっしゃるかと存じますが、はい、ちょっと今日ないな。ない、入ってなかったぞ。ないらしいです。じゃあ、牛久市の、小学校で、いや、なんか紹介しようと思って、うん、私準備途中までしてたのに忘れてしまいましたよ。おう、失礼しました。ご紹介しましょうね。はい、牛久市の小中学校のホームページ、画像なしでもよろしいですか？お知らせしましょう。じゃあちょっと画像なしで、3月31日の、はい、日立の牛久小学校、はい、本日離別式が行われました。うん、今年度は9人の先生が他の学校に移動または退職することになりました。うんうん、9人の先生が話をした後、代表児童が感謝の言葉を発表しました。離別式が終わり、先生方が退場する際、たくさんの拍手の中、感謝の気持ちを伝えるために先生に拍手を求める児童の姿が見受けられました。握手、ね、という、あ、拍手でしたね。何言ってたっけ。拍手でしたね。まあ拍手も握手も大概変わんないからね。変わんないでしょ。拍手を求めるってちょっと違いますよね。そっか、うん、まあ、そういうあのお茶目なところも ね、写真これね、これね、はい、かぶってるね。これかぶっちゃうね。かぶっちゃうね。これどっちに、あ、こっちに持ってくればいいんだな。オッケー、こっち来るか、こっち行くのか、行けるぞ、大丈夫か、来たぞ。オッケー、こんな感じですね。うん、ミカチュウがかぶっちゃったね。はい、こんな感じで日立の牛久小学校ね、離別式が行われましたよという記事でございました。はい、うん、続いてですね、奥の小学校更新されてるかな。どどん、更新されてなかったな。な、違うところ行こうかな。ね、昨日言ったのと言ってないところでね、ちょっとね、金谷が、神谷小学校もね更新されてなかった気がするんですよね。向こう大賞と中根賞は昨日やったんだよね。岡田賞もやったんだよね。牛久賞もやった。牛久第二小学校見てみましょうね。牛久第二小学校は、いや、更新ないですね。中学校行ってみましょう。牛久一中見てみましょうね。いや、だから日にちがね、あの、まあ、ね、やっぱみんな春休みなのでね。あ、来てました、来てました。来ました。牛久一中さんの記事をご紹介して。平成26年度スタートという記事ですね。これはね、やっぱね、4月1日ですからね。うん、あ、でも先ほどのやつで離別式って言ったじゃないですか。うんうん、離任式じゃないんですね。離任式と離別式とね、2パターン。それは呼び方が違うだけです。そう、私は離任式の方が、うん、あの馴染みがあったので。そう、ミカジュね、もうちょっとこっちに来ないと見切れちゃうね。イイ、マイクがね、降りてきてるね。なるほどね。そうね、大好きやからね、ちゃんとね。ね、じゃあですね、こちらのお写真見ながら、牛久一中ね、平成26年のスタートで、うん、4月1日、いよいよ平成26年始動です。昨日の離任式では17名の先生方をお見送りしました。うん、だいぶお見送りした ね、本日は13名の先生方を新たにお迎えしました。うん、職員一同、4月7日月曜日の始業式並びに8日火曜日の入学式に向けて本格的に準備を進めています、というね、牛久一中さんの記事を
ご紹介いたしました、うん、7日が始業式なんですな。7日が始業式だそうです。入学式までに桜残ってるといいよね。そうですよね。ちっちゃいそうだね。ちっちゃうかな。なんかちょっとちっちゃいそうじゃないですか。え、本当、うん、本当、うん、それちょっと悲しいな、ね、ちょっと待ってね。じゃあ続いてね、続いてはねこちらの記事いこうと思います。これはね牛久第三中学校ですね、うん、牛久三中の記事ご紹介したいと思います。よいしょ。はい、牛久三中の4月1日の記事ですね、うん、8名の先生方をお迎えしました、うん、昨日の離任式において7名の先生方をお送りしたところでしたが、本日8名の先生方をお迎えし平成26年度の牛久三中がスタートしました。先生方は 学年メンバーや担当学年が変わりフレッシュな動きを見せてくれています。生徒たちの新鮮な気持ちを大切にしながら新年度をスタートさせたいと思います、うん、というね、牛久三中の記事でございました。いい、次ですね、最後はこれどっちも読んだ気がするんだよな。下根中にしてみようかな。下根中学校更新されてるかな。あ、うん、ね、されてましたね。じゃあ読んでみたいと思います。い、下根中学校もお写真がござります。よいしょ、こちらね、うん、下根中学校離任式がありました。3月31日は離任式が行われ12名の先生方をお送りしました。式では生徒会の木村さんが代表でお礼の言葉を述べました。その中でいろいろな行事で先生方とともにチーム下根のスローガンのもと頑張ったことが述べられていました、うん、お別れする先生方にとっても下根中での月日は非常に貴重な思い出となるでしょうと、うん、保護者や卒業生の皆さん生徒の皆さんありがとうございましたというね、そんなしんみりするような離任式の記事と、まあ、4月1日で始まりましたよという記事でございましたけども ね、うん、やっぱ4月ですからね、出会いと春の季節、ね、うん、感慨深いですな。ミカチなあなあなあ、なんか変化あった。変化、うん、変化、4月になって、うん、4月になってまだ1日も経ってない。そうですよね、うん、なんだろう、まあ誕生日がもうすぐだなぐらいですね。皆さん、ミカチューの誕生日は4月の18日ですからね。よろしくお願いします。その日はチャンミュー TV の放送ではないもんね。そう、金曜日ですね。金曜日は、どこで過ごすんですか。どこで過ごそう。私まだ予定空いてるんですよ。あれ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 、土曜日とか日曜日だったらねライブしたかったんですけど、うん、平日なんですよ。お、こっちだ、こっちだ、こっちだった、はい、そうなんです。平日だからね、ちょっとどうしようかなと、まだと言いながら毎年ね何もせず終わっちゃう時もあるんで、あら、今年はなんかしたい。まあチャンミュー TV に来るでしょ。祝ってくれる人がいるかな。いっぱいいるよ。いっぱいいるよ。その日、うん、多分スタジオ来ちゃうと思う。ミカチの誕生日をやるって言ったら、いやー、そしたら多分ここじゃ収まりきれないから、うん、エスカードホール貸し切るしかない。いやー、ちょっと怖い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 。誕生日プレッシャー与えられるからそれ。それそれにどれだけ集客できるか。やだ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 。やだ怖い。ねえ、ミカチュウの来年の誕生日に向けてそういうのはありですけどね。次年取るまでにどこまで成長できるか。もうやっときますか。じゃあちょっと記録を。お、何人集めますか。じゃあ東京ドーム。エスカード、ちょっとエスカードホールって何人？235名でしたっけ。嘘。200、あのあそこにね資料があるんですけど、うん、エスカードホールの200ちょっと明日200ちょっと、もう音響もできてビデオカメラもできて、なんと走ってくれる。どういうこと。素晴らしい方、さすがです。さすがなんです ね、いいな。でもエスカードホールね、なんかチャミオ TV でイベントやりましょうよ。やりたい、うん、いやね、私ねちょっと次の牛乳ちょっととりあえずね、うん、牛乳ね天気いっちゃいますね、うん、牛天、じゃん、牛天です。明日ね4月の2日、うん、ね水曜日、晴れのち曇り、最高気温が18度、最低気温4度という、そんなお天気でございます。若干寒い。そう、うん、以上ね、牛久のお天気お届けしました。はい、そうね、あの大仏さん出すにはちょっと時間がね、そうですね、はい、という、そんな感じで以上牛乳をお届けしました。はい、私メガネ買えるの忘れてたな。そうですね、はい、まあね、うん、いた CM 行こうか。多分まだ資料が戻ってこないはずだから、はい、VTR ドンドン。
戻ってきました、うん、皆さん音聞こえてますか？聞こえてなかったら言って教えてください。俺が聞こえてはい、なるほどね。まあね、続いてのコーナー、まあ、今日はゆるりとお話ししたいなと思ってたんですけど、はい、コメント来てくれてて、ロッチさんエスカードホールで黒岩のライブ来たー、うん、来てくれる人がいれば、そう200人、あ、ロッチさんがね、ちょっと200名ぐらいちょっとお友達をね連れてきてくれたらね、うん、そうだね、明確な数値を216だったかな、まあ、多分こっちで調べた方がね早かった。アナログアジさんが持ってきてくれるよりもね、ちょっとバタバタしだしちゃった。でタカちゃん、うん、エスカードホールでチャンミオ TV のイベントいいねって、うん、やりたいね。ね、やりましょう、やりましょう。まあできるかどうかはもう、うん、私たちの企画書次第な感じじゃないですか。そうですね、どういうのをするかとかですもんね、うん、ちょっと待ってね、エスカードホール人数、人数ね、アナログアイさんがやってくれてるのにもかかわらず、私たちは勝手にね、勝手にインターネットで、ね、253ですね。すごい、なんかでもすごい LED 照明ホールだからね、すごいね、すごいでしょ、超おしゃれなんだよ。いいなぁ、やりたい。そうだから、ぜひね、こうライブには最適なコンサート発表会、うん、講演会が行われますと。200ね、23 253 53 253、インターネットで、ごめんなさい、インターネットで調べました。走ってくれてごめんなさい。 ありがとうございます。まあでもそんなね、うん、あのいい場所なんですよ。だから、ね、やっぱりこうチャミュー TV もね使いたい、うん、そう、ミカチュウのライブと誕生日会、まあ、それもじゃあ予定に入れましょう。えい、できるかな、できるのかな。平日だったらいける気がするんだけどね、休日だったら結構もうパンパンに入ってる気がする、ね、まあ、そうですよね、そりゃそうですよね。どうですかね、そこら辺もちょっと確認しないとあかんですけども、なんか私はね、やっぱお笑いライブみたいなのやったらいいと思うんだよね。いいじゃないですか、やりたい。なんかさ、毎週火曜日さ、お笑い芸人さんとかさ、うん、来てくれないかな、来てくれないかな、見てくれないかな、来てくれないかな。いや、お笑い芸人さんでもいいし、素人さんでもいいんだけど、面白い人みたいな、うん、なんかこう来て、うん、ネタを披露して、うんうん、殿堂入りみたいな、うん、ありかなしかみたいな、それは誰が決めるか分かんないけど、そう、なんかそう言って、うん、でその人たちが月一でライブするみたいな、ね、こうでそれで出てくださった方がね、うん、そうやって年に1回ぐらい大きいホールでね、イベントやった時に出てくれたら面白いですよね、うん、なんかこういい、なんかこう場所じゃんここ、うん、って思うんですけどね、いかがなもんでしょうか、いかがなもんでしょうか、うん、皆さんぜひご検討いただければと思います、うん、はい、っていうね、ちょっとあの私そういえばね、うん、松井悦子さん希望と、お、いいね、えっちゃんですね、えっちゃんね、でかたかちゃん、クロウヤのラビーよね、ロッチさん音響映像ともに問題ね、 ありがとうございます、よかったよかったよかった、ありがとうございます、うん、まあでも、うんうん、みんなでライブ、いやすごいいい音の場所でさ、ね、やったらまたこれまたちょっと違った、うん、感じになるから、感謝祭みたいなのそこでやるの、あ、いいですね、感謝祭みたいな形はいいですね、うん、それは家族の日にやります。おお、今から家族の日にエスカード押さえらんの、結構どんぐらい前なんですかね、水戸とかだと1年前みたいですね、1年ぐらいだろうな、まだちょっとね想像がつかんでござる、うん、けどそんなに簡単に取れない気がする、そうですよねって私は思うんですけどね、うん、どうなんだろう、ちょっとわかんない、じゃあ分かる方がいたらぜひ教えていただきたいですけども、歌舞伎堂さん、ひょうたん仙人がひょうたん笛を演奏、たかちゃん、うん、石塚美咲さんもいいかも、もう美咲ちんも、もうみんなもうあれですよ、もうチャンミュー TV 的にはもうアリーナ、ファミリーですからね、ファミリーですから、うん、行けちゃうんじゃないかな、ね、うん、やりましょう、やりましょう、うん、ぜひぜひ、でね、そうだ、今日私なんか流したい映像があったんだった、お、うん、いけますか、いけるはず、ちょっとね、うん、皆さんに流したい映像が、うん、今日ね、そう、これをね流そうと思ってたんだけど、コスモ、星丸さんも呼ぼう、うん、いいじゃないですかいいですな、仮面をかぶった人やめた方がいいですよ、そうですな、あ、そうするといろいろ、あの問題があるかもしれないからね、じゃあそのライブ動向の流れから、うん、あれ
でしょ、告知の方させてもらっていいですか。あ、いいですよ。来週、再来週、うん、4月の12日の土曜日に、うん、桜川の、うん、山桜のね、はい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 、書いてある山桜が綺麗な公園で、うんうん、ライブがあるので、うん、桜祭りに出るので。お、それは衣装は何で出るんですか。どう、いや普通クロウェアで出るんですか。あ、そうです、そうです。うん、うん、で一応その1日桜祭りやってるので、うん、でその間、その時はもう普通に出番は午後からなんですけど、うん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 、一部が午前と午後で一部二部になっていて、午前は町の、市民の方が、うん、なんていうんですかね、発表会みたいな、発表する舞踊とか、うん、そういうのを発表する時間で、うんうん、2部の方が森込み市でご一緒した丸山茂樹さんっていうシンガーソングライターの方と、うん、私たちクロララの2組で、うん、結構長い時間になっちゃうんですけど、2組だから、うん、で午後はライブするので、うん、ぜひぜひ皆さん。で午前中とかはもうフラフラして。お、大丈夫、叫び声が聞こえました、ね、大丈夫大丈夫でした、ね、お子さんでしたね。そう、一部とか、まあ、その期間中、その日じゃなくてその前後、前半か、うん、とかは、できるだけ行ける日は桜川のそこの公園と神社の方に行って、うん、山桜の案内とかも夜のミカチュウができる限り、ミカチュウが山桜の案内をできる限りでするそうです。行こうぜ。これはミカチュウに案内してもらえるなんて、そう、行くでしょ。ちょっと資料をカンペ見ながらでよければ全然案内するので、でなるべくそういう時間も多く、うん、磯部神社っていう神社があるので、うん、桜川 でそこに桜咲くプロジェクトっていう、桜咲く里プロジェクトっていう団体が常にいらっしゃるので、そこで桜ちゃんもらえたりとかいろいろやってるので、そこに私もいるときはいるので、うん、そしたらもう案内します。ミカチュウが案内してくれると言ったら、もう行かない人はね、損ですね。ぜひ足を運びください。これ多分桜だと思うよみたいな、こういう適当な案内になっちゃう。さあ、あかんでしょ。これ何桜、これはソメイヨシノでしょとか。ソメイヨシノはあんまないんですよ、山桜だから。いや、何があんの。山桜とソメイヨシノの違いって分かりますか。全然分かんない。ソメイヨシノっていうのは自生種じゃないんですよ。クローン桜って言われていて、日本の8割はソメイヨシノなんですけど、山桜は自生種なんですよ。全然分かんない。自生種、自生種っていうのはクローン桜っていうのは分かりますか。もう羊のクローンみたいな、クローンとか。そう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 、ソメイヨシノ1本をこう桜並木にこうやったから全部同じタイミングで咲くじゃないですか、うん、だから桜前線っていうのがあるんですけど、山桜は一本一本種類が違う自生種だから、うん、もう咲く時期も全然違うし、うん、そうだから一人一人なんかもう人間と一緒です。性格も顔も違うみたいな。おー、うん、なんかミカチュウ今のすごいいい説明をしたね。だからすごい、さすが山桜大使は違います、ね、イエイ、頑張る、もうちょっと頑張る、頑張ってください。お、なんかコメント来てますよ、うん、カオキンドウさん、50号線のカインズからちょっと入るところ、磯部公園ね、うん、そう、磯部のベがあっちの部屋のベなのでね、うん、あれ、うん、へ、へんのベじゃないこれは、あれ、水辺のベになってるかな、磯部、磯部ってどういう字だっけかな、うんうん、磯部公園、そう、なんか近いので、うんうんうん、磯部、磯部公園、あ、合ってるか、千葉の磯部公園になっちゃうよ、あれ、桜川の磯部は、桜川の磯部、あ、部ですね、部活の部ですね、言わせてしまった、そう、部活の部の方の磯部なのでね、うん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 、で、ロッチさん見に行きたい、来て、ぜひ来てください、チェックしてください。歌舞伎堂さん、ヘルメットを貸し出しますよってどういうこと。あ、私が被れってこと。コスミモ丸、コスモ星丸 の星丸のはもう歌舞伎堂さんのものであるということですね。あ、なるほど。いや、違うよ。どういうこと。ヘルメットってあれだよ、ひょうたんのヘルメットだよ。そんなのあるんですか。見てないんだ、ミカチュウはまだ。すごい面白いヘルメットがあるの。マジですか。もうひょうたんかぶってんの。え、見たい見たい。ぜひチェックしてください。はい、はい、というわけでですね、動画の方ははい、ありますので、そちらご紹介していきたいと思います、うん、VTR どうぞ。短いよ。観察の森のあたりを歩ってて、うん、いいですね。第二駐車場に来たら桜がね、うん、ちょっと咲いてたんですよね。結構咲いてきてますよね、今。咲いてきてる、うん、そんな大した VTR じゃなくて、
すげえ短いよ1分ぐらいしかないんだけど、でも様子をね、そういう風に咲いてますよっていう、そう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 、でもお花見する人もね、ちゃんと注意しないとなと思って、やっぱりみんなお花見する人多いと思う、うん、追放宣言としてあっていうのがあるんでここにこれが建てられてるのよくわかんないけど、なんかあるよね、あ、まあそういうのに使われてるよっていうアピールをしとかないと、うん、あのお花見する方もね、マナーを喧嘩しちゃうかもしれないから、うん、皆さんおいでなさい、そうなんですよね、お花見は楽しいですけど、そこら辺ちょっと怖いとかありますよね、うん、画質良くないね、あんまりね、なんでだろうね、カクカクしてる皆さん大丈夫、カクカクはしてないけど荒いね、うん、こっちだと超綺麗だよね、なぜだ、もっと落とさなきゃダメだったのかな、480、はい、という感じで、ね、水なくなかった、水なくなかったですか、大丈夫かな、こっちは綺麗なのにね、こっち全部ひどいね、うん、ひどいね、ひどいね、今日取っ手出しの映像なんだけど、歌舞伎堂さん、じゃあ磯部公園にかぶっていきます、ヘルメット見たいから来て、かぶってもうすぐ分かると思う、そしたらもう結構ね、人混みに行ってもすぐ発見できるわ、超目立つよって思います、でもこれも画質悪いから悪いのか、超悪い、さっきそんな悪くなかった、超悪い、なんでだろうね、なんでだ、あーなんか分かったかも、こういうのとかを起動してるからな気がする、なんか言われた、なんか後ろでいろいろとね起動してるからじゃないのって、重くなっちゃう、そう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 、これでどんどん綺麗になっていかない、それの変化を見えるにはもうちょっと時間がかかるぞ、そう、どうどうどう、多分まだね操作してるチャミオさんは映ってないからね、はい、うん、綺麗になったかな、なるかなという感じでね、牛久自然観察の森、もうあれ五分咲きぐらいですかね、どうだろう、うん、あでも今日フェイスブックの方で、うん、桜なんとか公園、うんうん、あるじゃないですか、あじゃなくてシャトー神谷が8部って言ってましたね、うん、うん、あとは6部5部とかだったかな、うん、じゃあ今週はいかんといかんですね、いかんといかん、でもなんか不思議な感じで、うん、いっぱい木があるのに1本だけ満開だったりとかしません、あれなんだろうっていつも思っちゃう、わかんない、元気があるだけ、わかんない、やっぱりいろんな個性があるんじゃない、個性があるんです。お、ガシャップ良くなった。ね、やっぱり自分だ。自分のせいだ。結果、うん、よかった。4月一発目に分かって。なんだろうね。うん。超綺麗じゃん。超綺麗ですよ。あ、だからモザイクどうのが？かもしんない。かもしんない。よかった。毎回じゃあもうチャンミオのパソコンではユーストリームしか見れない。あ、じゃあそしたらサファリとかそういうのも、うん、一緒にこっちでやっていきましょう、そうだ、ね、2台で、そうだ、2台でやってた、じゃあやっぱり2台必要なんだ、どっちにしても、うん、パソコンは2台ないといかん、あまたちょっとどうにか工面しなきゃいけない、スポンサーさんを募集しております、そうチャンミュー TV ね、はい、4月になりましたからもう堂々と言えますよ、イエイチャンミュー TV は谷町スポンサーを大募集しています、おりますね、なんだ、なかなかこうヒット数まだそんなにいっぱいあるわけではないのですが、こうね、牛久大好き、茨城大好きというね気持ちをこうすごく出している、そんな番組で、まだまだね未熟ですけど、これからどん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 大きくなっていくので、はい、でも、ね、視聴数1000はいくよ、お、そこ大きく出るよ、もちろんだからそれぐらいの、うん、ね、それぐらいになった時に早めにやってた方がもしかして、そうだんだんね枠がちっちゃくなってきちゃうかもしれないからね、ちっちゃくなって早めだと結構大きめに、そう大きめにね、でもどんどんちっちゃくなっちゃうから、だから今見てる方で周りの方でね飲食店やってる方だったりとか、ご自身でやられてる方だったりとか、お店だったりね、そう、個人でも、うん、個人のスポンサーさん、はい、もう募集しております、募集してますので、うん、ここでようやくテロップ出そうかな、コメント待ってるような方、チャミオマークチャミオドット TV までです、はい、連絡の方をねご連絡いただけると非常に嬉しいですね、やっぱりこうね、まあでもコメントはね、本当スポンサーだけではなく、谷本スポンサーだけでなく、ご意見ご感想、お悩み相談とか、ミカチュウにこんなことしてほしいとか、あんなことしてほしいとか、そんなことしてほしいとか、はい、やります、なんでも
やりますし、やります。取材もね、そうなんですよ、ね。あのね、これからどんどんどん。いやもう4月になったから、もういける。取材はいけるよ。そう。結構私動けますから。私もついてくる。うん、いや結構どこでも、でも、うん、私はそこで牛串のアピールをするよ。うん。ガチームそこで桜川のアピールすればいいじゃん。いやどこでも行きます行く。だからなんか私たちを知らない皆さんの知ってる穴場というか面白いネタがねあったらここ面白いよって言ってくれるとね行きますから。行く行く、うん、交通費ください切実です。迎えに来てもいいけど、まあ、余裕はないですからね。まだね、うん、まだまだこう頑張っていかんとあかんですけどもね、はい、でも本当にあのいろんなところに行って勝手に私は有効都市結んじゃうかな、なんかいろいろ押してきましょうよ。そう、ステッカー貼っちゃう。ここ友達になりました、家族になりました、ウケてハッピーみたいなのを配って行きたいなと。あいつここにも来てるよ。そうシャミオとミカチュウの足跡の足跡のね、なんかこう国取りなんとかみたいなゲームみたいな、ね、あコメント来てますよ。陣地をね、何ですって。お、物資支援しかできないできぬのでスイマーのコート、今ね、ああです、今のところですね日本語読めなかった。歌舞伎道山物資現物支援、いやもう本当にあの嬉しい嬉しい。でもこの氷炭もね、氷炭ランプすごく嬉しいですから、これ現物支援もだいぶ待ってます。現物も待ってます。はい、ジャイアン、ジャイアンさん頑張れ、ちゃみよ頑張るぞ。あとなんだろう、あさっきのあれかな、速度が落ちると画質荒くなるようですよ、荒くなるですよ、メモリー増やすといいですよ。メモリー増やすのも結構、うん、これかかるんじゃないですか なミカチュウのっていうね、あっという間に44分になってますけども、はい、まあでも最後ね、チャンメル TV を支援してくださっている谷町スポンサーさんをご紹介したいと思います、はい、ではでは VTR 見ていきましょう。 VTR どうぞ。牛串観光協会さん、うん、キューちゃんね、キューちゃん、パルシステム、うん、牛の名前ね、あるんだよ。何忘れた、牛久駅前カッパルダ自己委員さんね、こうご覧のスポンサーさんの提供でチャンミオ TV をお届けしております。はい、おかえりなさい、おかえりなさい。はい、というわけで、ということで皆さんぜひぜひね、谷町スポンサーよろしくお願いします。はい、なんか4月1日になったらいきなりこんな展開になってるけどね。でもね、頑張っていきましょうよ。はい、気持ちも新たに新年度ですからね。はい、でどん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 変えていきましょうね。いきましょう、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、どうですか、コメントいっぱいありがとうございました。本当に皆さんありがとうしくでございました。本当嬉しいね。ね、うん、ちょっといろいろと不備があった気がする。何、それを追って、はい、いろいろあった、いろいろあった、ちょっと不備があった、はい、まあ、でもちょっとまたそれはあれしてあれしましょう。じゃあ皆さん、はい、今日もチャンネル TV 見てくださって、コメントくださって、スタジオにも遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日はですね、トミーとチャンネルでお届けします。もしかしたらゲストが来るとか来ないとかということなんでね、楽しみにしていただきたいと思います、はい、ではでは皆さん、また明日も見てくださいね。バイバイ、バイバイ、お疲れ様でした。